こう行こう行こう行こう。はいはいはい、分かった。こっちは電車の中ですぐに取り出せるような便利なもの、うん、まず財布、財布とスマホ、エアポッド、袋、リップ、メガネ拭き、こんだけいつも、がそのバッグに入ってるんね、うん、このバッグは無印、無印のバッグですね。ローソンで買った。ローソンで買った無印のバッグね。リュックもなんかたくさんある。たくさん。重たそう。少なくしたいんやけど少なくできない。いつも買っている帽子とあの耳のサブマフラー、トークシステム。スープ茶ね、いつも飲む、ね、すごくスープが美味しい、ね、まずこれがメインで、この中にはティッシュ、花粉症で急に鼻水が流れる、ティッシュ入れるよね、ティッシュをね、このサイトにしてもう小物入れ、この中にはバッツクリーム、ものすごい作って、まあ、ハンドクリームですよね、これは鼻の中、スーッとする、鼻のスーッと目薬するで、鍵、真珠の鍵これがここに入ってくれる、雨降った時にリュックにかぶせるやつ、リュックにかぶせるカバーね、カバーで、あのエコバッグ、エコバッグ大きいメガネで、最後にバッドルにバッドルエアー、ここに充電器の iPad を立てるまあキーと充電器、カフェとかでて充電できるときの、コンセントみたいな、コンセント、でペンスル、ペンね、iPad 用のペン、iPad を充電するため、このペンは充電するための、最後に3種類の充電できる便利グッズ、まあ以上、結構たくさんの荷物ですねすごいな手ぶらで行きたいんだけどな、これ無理やな、手ぶらにするにはハードル高いね、まあ、でも少しずつ絶対便利やな、まあ仕事行ってるうちはね、手帳もね、手帳もいるから、まあ、バイブルサイズのシステム手帳、これもだいぶ古いよね、そうね、気に入ってめちゃくちゃ便利、
いろいろカード類とかね、スケジュールメモとかカード類とかね、うん、小物類とかペン、これめちゃくちゃ便利。でも重たそう。めっちゃ重たい。リュックこれ最近、最近買って去年買いましたよね。そうそう、新しくも古くなったから、ね、いろんなものを探してて、これが一番収納力があるし、うん、で、なんか背中に担いだ時に一番フィット感、感じ、うん、フィット感があったやつ、ね、それにした。以上です、ね、当分それで仕事行かんといかんね、仕事をしている間は ね、そうですね。